津風呂ダムは奈良県吉野郡吉野町をあざ変わらぬお先、一級河川、木の川水系津風呂川に建設されたダムである。吉野川分水構想は水利県をめぐる和歌山県との対立によって要因に決定できず、数度にわたる水紛争にまでもつれ込んだ。奈良盆地は大きな河川がなく、水の確保が極めて難しい地域であり、他地域が豊作でも奈良盆地だけは、 不作という矛盾した状況が江戸時代まで続いていた。一方、水が豊富に見える和歌山県も、夏季に雨が集中するために、夏季の渇水は致命的であった。安定した水供給はかつて氾濫原だった地域の神殿が中心であり、高台や川から離れた地域の水需要は悪く、奈良盆地と同様ため池による確保を行っていた。戦後、 限りなく逼迫した食料事情を解決するためには、農地改革による食料増産以外にはなく、所管官庁である農林省は1947年により国営農業水利事業を全国で展開した。木の川流域においても長年の懸案であった吉野川分水の実現へ向けた動きが行われたが、奈良県、和歌山県双方が納得する事業でなければ、 分水の実現性はゼロに等しかった。そこで建設省が熊野川に建設を予定していた、サルヤダムを利用して、熊野川の下水を木の川に導水、補填することでようやく、奈良県への分水が実現することとなった。これが1949年に策定された、戸塚は、木の川総合開発事業であり、木の川本川に大葉間ダム、岸川筋に山田ダムを建設して、 農業用水を確保することとしたが、同時に計画されたのが、津風呂ダムであり、吉野町宮滝付近で、木の川に合流する津風呂川下流に建設が計画された。ダムは1954年より建設が開始された。ダム建設に伴い72個の住民外転を余儀なくされたが、吉野川分水の必要性を十分すぎるほど理解していた住民は、 最終的には故郷を離れる苦渋の決断を行った。一部の住民は、平城村大和産業にあった奈良競馬場跡地に移住し、同地に津風呂町地区を開いた。1962年にダムは完成し、奈良盆地に水を供給し始める。ダムは、包み高54.3メートルの重力式、コンクリートダムである。利水専用の多目的ダムで、 洪水調節機能は持たない。木の川、津風呂川合流点より、下流にある、下淵島志向より取水した水が、幹線水路を通って、奈良県北部に送水される。奈良盆地の農地に対する新規管外用水供給と、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、桜井市、宇田市、柏市、柏市大和高田市、柏原市,市、桂木野市、 五所市の十一市と北葛城郡、伊古郡、高市郡の十五町村に上水道を供給することが目的である。この後1973年には大葉間ダムが完成して水供給はさらに補強され、2009年に大滝ダムが完成すると安定した水供給はさらに確実性を帯びる。なお、奈良県北部は淀川水系からも導水を行っており、 室ウダムより、発生水路を経て山和川に、上水道用水を導水している。ダム事務所近くの駐車スペースより見るつぶろ湖。奥に見える山は、流門岳、採用の型に湖面にかかる吊り橋は、平尾の吊り橋つふろダムによって出現した、人造湖は、つぶろ湖と名付けられた。木遺産地を除く奈良県内では、初めての大きな故障である。つぶろ湖は、海のない奈良県内で、 初めて古城遊覧船が就航した湖でもある。毎年3月15日から11月末までの期間は遊覧船による古城一周が可能であり、春の桜、新緑や秋の紅葉が美しい。1972年には奈良県によって吉野川津風呂県立自然公園に指定され、湖を中心に周辺は観光地として整備されている。 道路の走っていない北岸は近畿自然歩道としてなっている。湖には南岸と北岸等を結ぶ3つの歩行者、専用吊り橋があり、平尾の吊り橋、イリ野の吊り橋、山口の吊り橋と呼ばれる。これらは近年まで久しく手入れもされず放置されていたが、現在近畿自然歩道沿いに新しい道路が建設されている。付近には津風浦温泉のほか。 三大実録で859年に聖五石田を賜ったという記録が残り、元折のリ永も参詣した吉野山口神社や松尾芭蕉が旧の将軍で訪れ俳句を詠んだ龍門の滝があり、区比が残されている。またつぶろこは関西では特に有名な釣りスポットでもある。特にヘラブナについては関西におけるダメコでのヘラブナ釣り発祥の地である。 複雑な懇岸線は絶好の住み所でもあり、ヘラブナの他にコやブラックバスのスポットとして休日には多くの釣り客が訪れる。ブラックバスについては2005年にバスフェスティバルが行われるなど盛況である。つぶろこではボートでの釣りを行えるが、ダム停滞付近での釣りは厳禁となっている。公共交通機関自動車、ありがとうございます。